バンクーバーに到着した駒形丸城のシー教徒たち駒形丸事件とは日本戦績の駒形丸に当時イギリス帝国統治下のインド市民360人が乗ってカナダへ移民をくわってて1914年にバンクーバーに到着したが24人だけは上陸が許されたが他は追い返されてインドに戻った事件。来た。 アメリカでのアジア人移民排斥の代表的例として歴史に残った。バンクーバー沖合の駒形丸馬場グルディット、シングシーク教徒のビジネスマンであるグルディットシングが英帝国の新民は帝国内を自由に移動できなければならない。という原則に反する規則に挑戦するために、資材を投じて日本船籍の汽船、駒形丸をチャーターしたもので、 1914年4月初旬に165名の乗客で香港を出発して途中上海、横浜によって乗客を増やして航海し結局インド人の乗客はシーク教徒が340人、イスラム教徒が24人、ヒンドゥー教徒が12人に上った。駒形丸は同年5月末にバンクーバーに到着したがごく少数を除いては上陸が認められず、 いくつかの門着の末に、大多数を乗せた船は7月末に、アジアへ向けて出発して、9月末に、西ベンガル州カルカッタへ到着して、バッチバッチで闘病している。インド西ベンガル州、バッチバッチにある駒マル事件記念碑最近になって、2012年に、バンクーバー会議場西ウィング前に、駒マル事件の記念碑が開幕した。2014年には、カナダ郵便公社が、 コマ丸ガタマル事件の記念切手を発行している。2016年5月、カナダ政府はその違法性を認めて会員議会で謝罪した。ありがとうございます。